いい子いい子してもらってます。チケットを購入しました。今から入場します。ショータイムが書いてあって、手机机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 机
The show is over. Thank you everyone for coming to him. Have a good day.恐竜ゾーンの前にレストランがあったので、ここのレストランでお昼を食べようかなと思います。外はめっちゃ暑いので、中は涼しい。メニューはあんまりたくさんない。でもすごく安い。パッタイにしようかな。パッタイ80バーツをちょっと出してみたいと思います。レストランの中はこんな感じ。まだ早いのでガラガラです。はい、オーダーしたパッタイが来ました。すごく美味しそうです。なんかこの中にビュッフェもあるらしいけど、そこはなんかおすすめしたいっていう評価があったのでこっちにしてみました。チャーハンも美味しそうだし、ポテトも美味しそうです。なんかここの施設の中めっちゃ暑くて、もう食欲も失せる感じだけど、ちょっとご飯物食べたくなかったのでパッタイを食べてみます。美味しい。辛くない。なんかパッタイ頼むとすごく辛いのが多いけど全然辛くない。どっちかっていうとなんか甘い感じがする。甘い。これ多分このもやしを、このもやし混ぜて食べるんだと思うけど、もやしを混ぜたらもっと辛くなくなると思う。まあ、もやしとライムは絞る。ライムを絞って、エビラベラし、ネギも一緒に食べる。ネギはちょっと食べたくないので、さっぱりしてすごく美味しい。甘いし、これをしっかり食べて、もうちょっと散歩してまた次のところに移らないといけないのでしっかり食べます。いかがでしたでしょうか。パタヤの動植物園、詳しい内容は下の概要欄にしっかりと情報を入れておきますので、ぜひパタヤに来られた時は来てみたらいいかなと思います。こんなに楽しめるゾウさんのショーはタイでもパタヤでも初めてでした。とても楽しかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、またコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。